中川院長お疲れ様でした。はい、ご苦労様です。はい、今回でファーストテイク最後となりますが、今まで議会広報に取り組んできました感想を一言議会広報委員長としてお願いします。はい、今ちょうどですがね、あの第18回のマニフェスト大賞でエリア別 の、 あの認定を受けた、これを見ていたところです。議会広報 の、 あの奇抜な広報表紙もいろんな挑戦やってまいりました。また YouTube など動画もいろんな挑戦やってきたかなと、こんなふうに思ってます。少しでも市民の皆さんに関心を持ってもらえる議会広報ということで、やってきましたが、なかなかうまくいかなかったところもあります。こういったマニフェストと比べてみると、まだまだ佐渡市の議会広報の取り組み遅れている点がいっぱいあるかと思いますが、次期、議会基本条例などができたら一層発展できるように引き継いでいきたいな、とこんなふうに思っているところです。お疲れ様でした。ありがとうございました。